中国山地周辺の地形図秋吉第一、秋吉台は山口県美根市中、東部に広がる日本最大のカルスト台地。北東方向に約 16km、北西方向に約 6km の広がりを有し、大地上の総面積54平方キロメートル、石灰岩の分布総面積93平方キロメートル。 大地面の標高180から420メートルである。古東側によって、東西二つの大地に分けられ、東側地域が、競技の秋吉台である。秋吉台の地形図東大と、西大秋吉台の石灰岩柱秋吉台の、山焼き秋吉台最北部の江干し岳を望む地表には、無数の石灰岩柱とともに、多数のドリーネを有するカンレンフェルトが発達し、 地下には、周報道、大正道、過激用穴、中尾道など、400を超える、小乳道がある。カルスト台地上の降水は蒸発産以外はすべて、地下に浸透し、周報道をはじめとする多くの洞窟地下水系を、通じ、東台と西台に降る、雨の大半が、古島側に排出する。東台の支部は広大な草原地となっており、昭和中頃までは、ドリーネ工作や、 資料用草刈り場として維持するため、春先に山焼きが広く行われていたが、近年は草原の景観維持の目的に変わり毎年2月に実施されている。しかし、地域の高齢化、過疎化による労力不足から次第に実施面積が縮小しつつあり、草原維持の面で問題が生じつつある。大城東部の小盆地に集落がある。東大とは、外れて、 正面積のイノシシデ大と、中大、八窪大があるが、広い意味で東大と総称される。西大の大半は、樹林地で、大地内のカルスと大地三箇所に集落がある。石灰石資源の鉱区として、数箇所で採掘が大きく進んでいる。西大の本体と離れて、イサ大があるが、普通西大と総称される。 秋吉台のカルスト台地は一つの石灰岩の大地海からなるが、その厚さは、西台の西端で50から200メートル、東台の東北端で1000メートル以上に達することが、ボーリングデータから知られている。東台には、秋吉台科学博物館や秋吉台エコミュージアム、超登る銅山文化交流館、秋吉台家族旅行村、秋吉台少年自然の家、 秋吉大ユースホステル、秋吉大道路など、学術研究や観光用の施設が、数多く整備されている。西大の麓の峰市街地には、峰市歴史民族資料館、峰市化石館がある。約3億5千万年前、赤道付近のパンサラッサ上にホットスポット起源の、いくつもの海底火山が生じ、海面近くの頂上に、サンゴ礁が形成された。 これらの宮サンゴ将軍は、秋吉三山列と名付けられているが、秋吉台をはじめとする西南日本内帯のカルスト大地の元となり、最終的に厚さ500メートルから1000メートルの石灰岩層が堆積した。これらは、プレート運動により、北西へ移動し、海溝域で、遠洋、深海性の地層とともに、今のユーラシア大陸の一部に、 次々に孵化し、海溝内堆積物中に渦漏れた。この時、珊瑚礁であった部分が、現在のカルフスト大地の石灰岩層を作っている。孵化体として、地下深くに渦漏れていく海山、珊瑚礁群は、プレートから剥ぎ取られる過程で、大圧力によって大きく大が集局し、地層の上下が逆転する、地質構造を作るとともに、2億3000万年前には、 押し上げられ、山脈の一部に石灰岩層が露出した。この一連の地殻変動を秋吉造山運動と呼んでいる。地層の逆転構造は1923年に小沢義明が発見したが、その後も飛逆転終局折や負荷に伴う石灰岩帯崩解説など複数の解釈が提唱され、 逆転構造の細部については定説を見るに至っていない。大未期以前のカルスト地形の様子はよくわかっていないが、次のような歴史を経て多数のドリーネや小乳道が形成され、現在のようになった。約2000万年前、定位の純平原形成。現在の秋吉大城を被っている赤色土中には、縁魔マされた。 石英砂流が広く普遍的に含有され、純平原時の堆積物に由来するものと推定されている。約500万年前、標高600メートルの流気純平原化。370万年前に、標高300メートルまで、古古島側の侵食が進み、純平原地形から大地地形へ変化。110万年前に、標高100メートルまで古,古島側の侵食が進む。 同時に、秋吉台城も養殖によって、次第に低くなり、今の秋吉台に近くなった。州報道の形成が開始した。8から9万年前にアソカルデラの巨大噴火によって、高温の火砕流が、萩近くまで達し、秋吉台も、大量の火山灰に広く覆われた。約1万年前にかけて、標高45メートルまで琴川の侵食が進んだ。 あと、沖積層の厚い体積によって孤島側は、原標高80メートル付近を流れるようになる。秋吉台の石灰岩は、石灰質の殻や骨格を持った生物の胃岩や、それらに由来する、石灰質の砂や泥などが大量に集積してできた、体積岩で、それらの生物が化石となって、たくさん含まれる。これらの化石は、古生代の石炭機ペルム機のもので、 暖かい旋回に生息していた種類からなる。増床性の種類も多く、秋吉台の石灰岩層を産後小期源のものと考える根拠となっている。1923年、小沢義明は、奇水ドリーネの底部から時代的に、新しいツムムシ化石を、約100メートル高いドリーネ上部から、時代の古いツムムシ化石を発見し、 日本にも大規模な増産運動があったことの論拠となる王が終局説を初めて提唱した。主な化石、防水虫、海ゆり、湾足類、サンゴ、コケムシ、石灰も、古生代型アンモナイト、サンヨウムシなど、洞窟や石灰岩の劣化の中から、いろいろな哺乳動物の骨化石が発見されている。これらは、新生代第四期の中期更新予以降に、 秋吉台に生息していたものと考えられている。動物が縦穴に落ち込んだり、死骸がドリーネから地下へ流れ込んだものである。洞窟内の水は、石灰分を多く含むために骨が風化、分解しにくく、骨が保存されやすい。そのため化石とは言っても、骨が一つ一つバラバラの状態で、粘土層の中から出てくることが多く、見かけが、 岩石のような質に変わってはいない。中期更新により、前の化石は発見されていない。動物が全く住んでいなかったとは考えられず、未解明の問題として残っている。発見された主な種、日本菜、東洋像、ヨーシトラ、シカマトガリネズミ、ニホンモグラジネズミ、ヒョウ、ナウマンゾウ、ヤベオーツノジカ、ヒグマ、ニホンムカシジカ、オオヤマネコ、 日本狼などマグロ化石の謎いさだの石灰石を採掘している宇部さ山の採掘場に現れた洞窟堆積物の中からかつてゾウや虎の化石とともに巨大な本マグロの脊椎骨化石が産出した海までは直線距離で1 8トルもあり太古の人為的な運び込みか動物による運び込みか 謎のまま残っている。春、沖流さ、木地むしろ、千本槍、薄毛すみれすみれ、一輪草など夏、ほざき桜、紫、オカトラノオ、コニユリ、くさぎ、秋から松など秋、ひめひごたい、秋のキ,キリン草、林道、梅鉢草、センブリ、秋吉あざみなど高石海岸植物、アカネスゲ、南天、ビワ、イチョウシダ、秋吉あざみなど、幾何植物、 西洋タンポポ、西高チ立草、ブタクサ、ヘラオオバコなど海岸植物の謎草原上にはトベラ、クスドイゲ、イスノキ、ムサシアブミなど、意外と海岸植物が多い。秋吉台が渡り鳥の中継点となっていて、鳥の糞に含まれる種子によるものらしい。秋吉台には多くの草原の昆虫が生息しているが、草原や里山の減少。 水退が進み、食草が少なくなっていることから、大裏銀表門や裏銀筋表門、セアカオサムシなどは、絶滅が危惧されている。リュウグーアナの謎リュウグーアナは、頭体の頭部にある、横穴型の小小入道で、雨の時期には道口から地下水が流出するが、普段は、道内の相当奥に、小さな地底湖があるだけである。渇水が続くと地底湖の水も少なくなる。 この洞窟には、異常な滑水が続くと突如として、大量の地下水が突出するという言い伝えがあり、実際大正11年9月25日に地鳴りを伴って、約2時間にわたって白濁水が吐き出したという記録がある。野の優先の謎峰市主宝町は桶のの野にある。この優先は、中石面下に50メートル以上まで垂直に落ちている、縦穴状の優先である。 この優先について、江戸時代末に記された、傍聴風土中心案中に次のようなことが、記されている。出水の逆流をの村にあり、岩屈より脇で、泉川となる。17、18軒流れて、本川に入る。西湯にかかわらず、時に逆流して、元の穴に吸い込まれていく。その時は、本川の水まで吸い込まれる。半時ほどすると、 その後は、いつもよりも、多く湧き出る。そばの道まで溢れるくらいである。海に近いところであれば、地下で海中に続いていて、潮の緩満ということもあろうが、ここでは、そのような理屈は考えられない。また、時刻も潮の満道とは限らない。当春には稀で、夏に頻繁に見られる。名所旧石。 この現象は昭和40年頃までは目撃されることもあったらしい。その後、河川改修による金棒の青影川川床の掘り下げが行われ、今では全く知られなくなった。1989年より作曲家、細川俊夫によりこの地域で10年間にわたり、開催された秋吉大国際20世紀音楽セミナーフェスティバルは、 日本の現代音楽史に大きな影響を与えた。1998年に建築家、磯崎真の設計で、秋吉台国際芸術村が設立されたが、秋吉台音楽セミナーの撤退により事実上1年しか使われなかった。現在では小規模の地元の音楽会や民間団体の宿泊研修施設として用いられている。秋吉台の長望集報道。 観光センター右後方が、バスセンター公共交通機関を用いる場合には、各鉄道駅から、周報道バス停を目指すことになる。周報道から、秋吉大城、及び長者が、森谷大正堂、過激よ穴、サファリランドなどがある奥秋吉大方面への交通手段として、平日は、乗り合いタクシーが運行されている。土曜、休日は、 周報道秋吉大乗館の巡回バスが運行されている。自動車の場合は、中国自動車道ミネインターチェンジより車で約20分、道小リインターチェンジより車で約30分。大上を秋吉大道路が貫いており、途中の長者が森付近に駐車場が設けられている。ありがとうございます。